チャーシューの茹で汁使おう。俺チャーシューの茹で汁もう地獄みたいになって、あっつ。チャーシューの茹で汁がもう地獄みたいになってるわけよ。チャーシューの茹で汁がなんか中華丼できそうじゃね。中華丼できあっつ。あっつ。やべえ。ちょっと待って、やばいやばい、落ち着け。遠足はやっぱ家に帰るまで遠足だからな。あっ、いや中華丼の匂いする。でもうちょっとさ、片栗粉入れていい？これ勝負の投入していい？もうちょい片栗粉入れて固まらして、あ、やばい、ダマになる、これは。あー、やっちまったな、これ。いや、大丈夫、これしっかり混ぜれば。いやー、ちょっとダマになってる、これなんで直入れしまったよ。あー、ダマになってきてる。よし、こうなったら、あれだ、救出作業、このダマを地道で努力するわ。ダマをこれで抜く、ダマ抜き、ダマ、あーち、ダマ抜き、あーち、ちょっと待ってくれ。尋常の暑さでね、鮮度、みんな鮮度の、今僕鮮度の中に手突っ込んでます。鮮度鮮度鮮度。加藤純一のハイパーウルティメットドラゴンウルトラクッキングでした。ごちそうさまでした。